戦争をやめた人たち、鈴木守。今から100年以上前、1914年7月、ヨーロッパをはじめ多くの国を巻き込む戦争が始まりました。第一次世界大戦です。イギリス、フランス、ロシア、日本などの連合軍とドイツ、オーストリアなどの同盟国軍が戦ったのです。戦争が始まったばかりの頃、飛行機は敵の様子を探るためだけのものでした。だから戦いは主に大砲や銃を撃ったり、剣で刺したりといった兵士同士がぶつかり合う厳しいものでした。国と国の境には鉄条網が張られ、敵軍と一番近くで対戦する最前線では銃で撃たれないよう塹壕という隠れる場所を掘り、相手と撃ち合いました。食べ物も少なく電気もないので、冬になると厳しい毎日が続きました。それは同盟国も連合国軍も同じでした。この話は戦争が始まった5ヶ月後、フランスやベルギーに攻め込むドイツ軍と迎え撃つイギリス軍と、その最前線で12月24日の夜に起こったことです。その夜、イギリス軍の兵士は一日中続いたドイツ軍との銃の撃ち合いで疲れ果て、塹壕で休んでいました。若い兵士が言いました。今日も一日終わったね。ああ疲れたな。ひげの兵士が答えました。家に帰りたいな。いつになるやら。帰ったらまたみんなでサッカーしたいな。ん？なんだ？その時若い兵士は、何か人の声が聞こえたような気がしました。何か聞こえる。何の音だろう。若い兵士は塹壕から顔を出しました。それは向こうのドイツ軍の塹壕から聞こえてくる歌声でした。ドイツ語なので何と言ってるのかは分かりません。でもそのメロディーは分かります。クリスマスの歌、清子の夜です。ドイツ軍の塹壕を見ると、焚き火の周りでドイツ軍の兵士たちが歌っているようです。ああ今日は12月24日クリスマスイブなんだね。そうだったな。ドイツにもクリスマスがあるんだな。こっちも歌っちゃおうか。いいのかそんなことして。構うもんか。若い兵士は空に向かって歌い始めました。光
若い兵士は空に向かって歌い始め、日の兵士も周りの兵士たちも歌い始め、声は次第に大きくなっていきました。ドイツ軍の方もこちらが歌っているのが分かったようで、パチ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 と拍手の音が聞こえました。次に諸人こぞり手を、ドイツ軍が歌い始めました。若い兵士たちは拍手して自分たちも歌い始めました。言葉は違いますが同じメロディーなので一緒に歌えます。声は大きくなり、終わると拍手も大きくなっていきました。今度は見つかい歌い手を、若い兵士が歌い始め、皆が歌い出すとドイツ側からドイツ語の見つかい歌い手が聞こえてきました。両方の残光から暗い夜空にいろいろなクリスマスの歌が流れていきました。翌日12月25日のクリスマスの日の朝、ドイツ軍の残壕を見張っていた兵士が叫びました。敵だ。若い兵士は飛び起き銃を構えました。でも何かいつもと違います。手を振っているようです。ドイツ軍の兵士はゆっくりと顔を出しました。そして銃を持たず塹壕から出てくるではありませんか。なんだあいつ、こっちに来るぞ。相手の兵士は手を振ってこちらに出てくるように誘っています。よし、僕が行くよ。若い兵士が言いました。大丈夫か、撃たれるんじゃないか。若い兵士は銃を置くと自分も両手を上げ塹壕を出て歩き始めました。昨日きよしこの夜を歌っていたドイツの塹壕からドイツ兵が手を挙げゆっくりこちらに歩いてきます。若いイギリス兵も手を挙げゆっくり歩いて行きます。どちらの塹壕でも他の兵士たちが銃を構えたまま二人が近づいていくのを息を止めて見守っています。少しずつ少しずつ二人は近づいていきました。相手の顔がはっきり見えるようになりました。相手の目の色や吐く息の白さ、冷たい風になびく髪の毛まで分かるほど近づきました。ドイツ兵は上げていた右の手を下げ前に出します。若いイギリス兵も右の手を出しました。メリークリスマス。二人はがっちりと握手しました。僕の名前はジョンだ。僕はハンス。よろしく。塹壕にいた
他の兵士たちもみんな出てきました。もちろん銃は持っていません。みんな口々にメリークリスマスと言って手を出して握手し、嬉しい気持ちも伝え合いました。クリスマスの歌をまた一緒に歌ったり、身振り手振りで相手を褒め合ったりしました。奥さんの写真や子供の写真を見せてる人もいます。塹壕から食べ物やお酒を持ってきて分け合い、一緒に食べ始める人もいます。鉄兜を交換する人、記念に写真を撮る人、床屋だった人は伸びたひげを剃ってあげたり、隊長同士もしょうがないなと苦笑いしながら乾杯しています。若い兵士は着ていた上着を丸めて紐でぐるぐる縛りました。サッカーが始まりました。ゴールはその辺の棒を立てただけです。でもそれで十分です。みんな子供のように走り、笑い、ボールを追い、ドリブルしてゴールに蹴りました。夕方になりました。自分たちの塹壕に帰らなければなりません。みんな笑いながら握手して、また会うことを約束して、それぞれの塹壕へ帰っていきました。1914年12月25日、クリスマスの日にイギリス軍とドイツ軍が戦場でサッカーしたという本当にあったお話。戦場の他の場所でも同じようなことがいくつもあったそうです。でもこれで戦争は終わりませんでした。クリスマスが終わるとまた戦争が始まり、鉄条網は張り直され、このあと4年も続きました。でもここでクリスマスを祝った兵士たちはもう銃で撃ち合うことはせず、命令されると銃を少し上に向け、空に向かって撃ったそうです。大きな攻撃作戦があれば相手に知らせ、気をつけるように伝えたそうです。一緒に笑い、遊び、食事をし、友達になったから、国を大きくするために戦争するよりも大切なものがあることが分かったから、この人たちは戦争をやめたのです。この話はイギリスもドイツもキリスト教という宗教を信仰する人が多く、同じようにクリスマスを祝い、同じ歌を歌っていたから起こったことかもしれません。今の世界にはいろいろな宗教があり、考え方の違う人がいるので、こういうことはなかなか起こらないかもしれません。だから残念ながら戦争は今も世界で起こっています。でも
信じる宗教や考え方がどんなに違っても、ふるさとの自然や家族、子供たちを大切に思う気持ちは同じです。他の命のことを思う想像力と行動する勇気、それがあれば戦争をやめることはできると思います。この星に戦争はいりません。平和という名のもとに、クリスマスカロルが響き渡る夜、真実のストーリー、戦場に一つの歌せてね、もし